大学でも野球サークルに所属しておりました。欲しいですね。ことを意識することだと思います。どうもバラマツです。こんにちは。今回は9月からシリーズ化をしている合格者面接の企画となっております。動画の最後にシャープに内定した秘訣と複数社内定した秘訣をお聞きしているので、よかったら最後までご覧ください。今回の面接官は安藤さんです。株式会社人材研究所のコンサルタントを務めております安藤と申します。当初、一部上場しているあの大手企業さんから十数人ぐらいのベンチャー企業さんの外部面接官をあの務めてたりとかしますので。じゃあ太田さん、すいません、今日はあのちょっと厳しめにあの面接をさせていただくということで、あの厳しめといってもちょっと細かくいろいろお聞きしていく形になるんですけれども、よろしくお願いします。はい、お聞きいたしました。よろしくお願いします。ということで、今回意欲たっぷりに来てくれた高橋さんです。はい、武家大学英語学科3年の高橋鈴鹿です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。参加してくださる学生の方、自己紹介をお願いいたします。法政大学から参りました太田と申します。本日はよろしくお願いします。今回はシャープ内定者として面接を受けていただこうと思います。それでは早速なんですけれども、あの太田さんの自己紹介を簡単にしていただいてもよろしいでしょうか。ホステ大学から参りました太田と申します。私は小中高と12年間ずっと野球をやっておりまして、大学でも野球サークルに所属しておりました。で現在、大学では発光デバイスを研究しておりまして、輝度を上げたりだとか輝きを上げたりだとか効率を上げたりだとか、そういう研究を現在はしております。本日はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。野球12年間やられていたということだと思うんですけれども、はい、あのということは学生時代にあの太田さんがこう、はい、特に力を入れてきたことっていう、あの今誇れることとして、はい、挙げられるのはやっぱり野球のご経験ですか。そうですね、野球の経験が一番自分の中であの誇れるかなと考えています。なるほど。いつからいつまで やられてたんですか。小学校1年生から始めて、はい、最終的に高校3年生までやっていました。始めるきっかけって何でした。友達の影響ですね。友達と一番身近にいた、小学校の時に身近にいた友達が野球を始めたというのがきっかけで、その時全然してなかったんですけれども、やってみたいなという思いがありまして、友達と一緒に始めました。あ、そうなんですね。で高3までということなんですけれども、高3はその部活ですか、はい、野球部。野球部ですね、はい、公式野球部に高校3年間所属しておりました。それで引退までやられてたということですか。はい、引退までやっていました。なるほど、ありがとうございます。あのちなみになんですけど、大学では野球はやられて いた。大学では野球サークルに所属していまして。なるほど。サークルが副代表をさせていただいてきました。大学生の時の野球経験も入れると、はい、もっと長くやられてるわけですかね。結構長いですね、15、6年とか。そんなにこう野球を続けられた理由って何だと思います。やはり一番野球が、楽しいっていうのもありますし、一番は高校の時に野球部、寮生活に所属していたんですけども、そこで野球を通して、様々なことを得られた。その人間性っていう面もありますし、その技術っていう面もありますし、そこの2年半で様々なことを得られたということがありまして、野球は素晴らしいスポーツだなというふうに考えて続けていました。なるほど、ありがとうございます。あ、ちなみにこの野球をこうずっとやられてきた学生生活の中で、一番野球の経験から学んだ、はい、社会人になってから活かせそうなスキルって、はい、太田さんが思うものって何ですか。これはですね、諦めない気持ちだと思っていまして、というのも、高校時代は部員が結構の100名近くの野球部に所属していたんですけども、はい、そこに最初入部したての時っていうのは、やはり自分の実力的にも足りないところがあって、はい、なかなかその20名のメンバーに入ることができなかったんですけれども、はい、そこで気落ちしてしまうのではなく、毎日毎日努力を続け、練習を励むことでだんだん成果も出てきて、最終的にはこの20名のメンバーに選ばれたという経験がありますので、はい、こういう最後まで粘り強く続けるという姿勢は、これから社会人になっても続けていけるのかなと思っています。なるほど、ありがとうございます。ちょっと細かくお聞きできればと思うんですけど、100名いて20名のレギュラーに選ばれるっていうところが目標だったわけですかね。最終的にはその20名のレギュラーに選ばれるというところが目標でした。なるほど、ありがとうございます。もともと入部した時に20名 のレギュラーには選ばれないっていうような、あの、まあ、スキル不足であったりとか、何か、はい、あのここをこう目標を達成するためにどういうふうに努力のプロセスを踏んできたかっていうのを教えていただいてもよろしいですか。一番っていうのは、人よりも練習しないといけないなっていう、ね、あの自分の思いがありましたので、はい、その全体練習が終わった後に自主練習というところを毎日欠かさず
行っていましたし、さすがに100人ぐらいもいれば自分より上手いって人がゴロゴロいるので、そういうところから自分より上手い人からスキルを盗むといいますか、アドバイスを積極的にもらいに行ったりとかしまして、自分のスキルアップにつなげていきました。なるほど、ありがとうございます。ちなみに 自主練習というのは、どれぐらいの頻度でどんなことを、どれぐらい継続されてたんですか？入学してから、4月に入部して、そこから練習後に毎日1時間というのを欠かさずに行っていました。どんな自主練習されてたんですか？例えばバッティングであったりだとか、守備であったりだとか、自分にその時に一番足りないなと思った部分を、例えば周りからアドバイスいただいたりだとか、監督さんからアドバイスいただいたりだとか、する中でその時に一番自分が足りないものっていうのを重点的に行っていました。自分に今例えば目標があって、20人のレギュラーに入る、でも一方で現状今ここら辺にいるっていうのが、こうつまりゴールと現実のギャップがあるわけですよね。このギャップっていうのはどういうふうに、太田さんは把握していったんですか？試合に出てるメンバーとかを、その自分が試合に出てた時に見る場面っていうのはとても多かったので、そこで先輩方とかがプレーしてるのを見て、あ、自分には足りないところはこういうところなんだなという認識して、自分の今の現在地とその先輩方が活躍している場面というところでのギャップを把握していました。なるほど。ちなみにこの20人に選ばれるための選抜の機会っていうのは、年に何回かあるんですか？それとも毎日日常的に監督を見ているんですか？大会が夏の大会だとか秋の大会だとかで、その都度年に 2,3 回ですね、そのメンバーに選ばれて大会に出るための、もっと細かくなんですけれども、その大会に選ばれるためのこう なんていうんですかね、僕もそんなに詳しくないので教えていただきたいんですが、オーディションみたいなのがあるんですか？毎週末に練習試合だとかが組まれているので、そこで監督さんだとかにアピールすることで、メンバーに選ばれたり、毎週毎週練習試合をして成果を残したものが選ばれるというふうになってきます。なるほど、ありがとうございます。その中で、太田さんが監督に対して行ったアピールっていうのは具体的にどんなことですか？練習後だとかに監督さんの前で自主練習見てもらったりだとか、例えば試合とかで出てない時とかも声かけなどしてアピールして試合に出してもらえるような努力っていうところはしていました。出てない時に声かけのアピールっていうのはどういうことですか？そのベンチで出ているメンバーに声かけ、アドバイスなどすることで、監督さんにアピールっていう面はできていたのかなと考えています。なるほど、ありがとうございます。で、結果的にはどうなりました？そういった努力を積み重ねて、最終的には最後の3年の夏の大会で、背番号をいただいて20名のメンバーに選ばれることができました。あ、そうなんですね。最終的に千葉県大会でベスト16の成績を最後残すことができました。成績も残すことができたんですね。はい、なるほど、ありがとうございます。ちなみになんですけど、そこで培った諦めない気持ちということを太田さんおっしゃってましたが、それ以降の高校生活の中でその諦めない気持ちっていうのが、社会人になっても活かせる力として培われたんですよね。それって大学生活の中でどこかで同じ能力が発揮された場面ってありますか？はい、ありました。これもですね、野球サークルに所属していた時なんですけれども、先ほど副代表に所属してなっていたと言ったんですけれども、そこで集客ですね、コロナウイルス禍という中での集客っていうところで一番大学時代力を入れたことでして、というのもコロナウイルスの影響がありまして、サークルをアピールできる機会というのが全くなかったんですけれども、そこで諦めるのではなく工夫をして、例えばこういう感じで Zoom で、コミュニケーションを取るだとか、SNS だとかを通じて、サークルをアピールする、ということをした結果、例年通りの集客というところを、成し遂げることができたのが、この諦めない気持ちというところで成し遂げた考えています。はい、ありがとうございます。野球サークルで副代表を務められたってことだと思うんですけど、新入生勧誘のために、力を発揮されたっていうことで合ってますか？そうですね、はい、ありがとうございます。もともとその新入生勧誘における役割っていうのはどういった役割だったんですか？動画だったりとか、紹介動画だったりとかを作ったりとか、その会を催すため の、イベント の進行のプログラムを作ったりだとか、そういうところでこう私がクパのいろんなマネジメントをさせていただいたというのがあります。あ、なるほど。それは代表がやるものではなくて、副代表である太田さんの役割なんですか？ですね、代表もやるんですけれども、自分も中心となって代表と私、副代表として中心となってやっていました。なるほど、ありがとうございます。そういったこう役割分担をされて同じことをやられてたと思うんですけれども、実際太田さんがそこにかけた時間とか、熱量、ボリュームっていうのはどれぐらいですかね？客観的に示せるものってありますか？私が一番最
えていたのは、その中でやる気のないメンバーのモチベートに時間を割いていたんですね。代表はやはりそのやることがたくさんあるので、はい、メンバー関東 の長いやり取りだとかは、はい、代表さんはなかったので、うん、私がその乗り気のないメンバーとこうしてズームを交わすことで同じ方向性を向けるように思いを伝えさせていただいたということがあります。あ、なるほど。じゃあ、メンバーのモチベートをこうしていったってことですかね。はい、そうです、うんうんうん、はい、なるほど、ありがとうございます。はい、わかりました。じゃあすみません、最後に理工学部ということですよね。研究もやられていらっしゃって、でそれも現在のこう内定先であったりとか就職活動にも生かしていると思うんですけど、どんな研究をされていて、それはどういうふうに生かせそうですか。はい、私が今やっている研究というのが発光デバイスっていうところの輝度だったり、効率を上げるという研究をやっていて、はい、中でも有機 EL って聞いたことあると思うんですけども、はい、有機 EL っていう個体を扱っているんですけども、そこを液体にして発光素として用いることで柔軟性だったり流動性だったりという ところを確保し、新たな発光デバイスというのを作っていけるんじゃないかという研究をしておりまして、中でもシャープさん本社は、液晶にとても強い、ディスプレイにとても強いというところで非常に魅力を感じておりまして、中でも他社が真似する製品を作れという精神がありまして、うん、自分も大学で研究室で今までにない新たなものを作るというスタンスでやっているので、同じような身近に感じて志望させていただきました。なるほど、はい、こちらで面接は以上になります。本日はありがとうございました。ありがとうございました。太田さん、面接お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。実際面接やってみての感想を改めて伺ってもいいですか。自分の中で久しぶりだったので、自分がその当時就活してた時どう答えてたかなっていうのをすごい思い出しながら話せて、とても緊張しましたけど楽しかったです。はい、じゃあ今回の面接、ご自身で100点満点中点数をつけるとしたら何点ぐらいになりますか。70から80の間でお願いできないかなと交渉とかじゃなくていいと思うんですけど、じゃあ気になる結果の方を、はい、安藤さんからお願いします。はい、じゃあ、そうですね、太田さんの、結果は、はい、ズバリ、合格です。おもう即決ですけど。即決ですか。はい、非常にですね、論理的なお話いただいてますし、回答もすごくこうスピーディーに、普通の会話みたいにこうお話をいただいていたので、すごく頭の回転が早い方だなというふうにお見受けしました。っていうことと、それからご自身がおっしゃっていたその野球をもう15年間ぐらいこうやられていたことから、どんなことを実際に、それは社会人にどういうふうに活かせそうかっていうところで、そこの僕ら再現性って言ってるんですけど、学生時代に培った力を社会人になっても再現できるかっていうことが非常に確からしいように聞こえたので、いろんな角度から僕ちょっと質問しちゃってるんですよね。もし本当に太田さんが諦めない力っていうのを強みとして持っているとしたら、きっと野球だけじゃないところでも発揮されてるはずなんです。なのでそういう場面のお話をちょっと聞いていったんですけど、今日はちょっと時間の関係でそこも深掘りできなかったんですけど、野球サークルの勧誘のお話、はいはい、でも、はい、そういったところからも同じように発揮されてるっていうお話をこうスピーディーにお話いただいていたので、そこからも非常に良かったかなと思いますし、あと例えばシャープさんで志望されている職種っていうところと、ご自身の研究内容っていうところをすごく深くこうつなげてお話しいただいていた。特にシャープのことを非常にこう勉強されて、こういう方針でやってるとか、ミッションがこうどうだから、私はこういうふうにそれに対して共感してますよであったりとか、こういうふうにこう解釈してますよ、私は御社のこういうミッションをっていうことを非常にこう分かりやすく伝えていただいたので、そこも良かったかなと、素晴らしいと思いました。ありがとうございます。すごいですね、大絶賛ですね。もう欲しいですね、欲しい時代だと思います、はい、どうしても強いエピソードを作ろうとか、エピソード話すことで満足しちゃう、うん、私自身就活生の時そうだったんですけど、そのエピソードを通じてどんな力を得て、それが社会に出てからもどう役立つのかっていうところまで考えられてると、はい、二重丸ってことですね。そうですね。一個気になったのは、自分が持ってる力はこういうものだっていうのが自己分析で分かっても、はい、でも社会に出たことがないので、それがどう生かされるかっていうところも解像度を上げるのは結構難しいなって思うんです。
そうですね。そのあたりはどういうふうに持ってるスキルとどう生かすかっていうところをマッチさせればいいですか。ですね、そこは面接官がやる仕事だと思うんです。それってだって学生は社会に出たことがないので、はい、例えばシャープさんの中で内定している仕事がどんな仕事かってまだ分かんないですよね、太田さん。そうですね、全然分からない状態です。なんとなくでしか分かってない。そうですよね、そうですよね。で、その諦めない力っていうのがどういうふうにその仕事で生かされるかっていうのをイメージついてないじゃないですか、はい、他の意味で言うと。でもそれはしょうがないことなんです。それは面接官である僕らの仕事なので、はい、太田さんの諦めない力っていうのがどういうふうにうちの仕事でその活用できるかっていうのをいろんな角度から面接して聞いていくという形なので、学生さんはそこまでやらなくてもいいと思います。じゃあもう徹底的に自分を理解することが大事ってことですね。はい、でもし一つやるとしたら、じゃあ別の経験でそれが発揮されたことってありますかって言ってるように、それは野球部だから発揮された諦めない力なんじゃないのっていうことを打ち負かすようなエピソードを用意しておいた方がいいと思います。僕らが気にしてるのは、それ野球の時はそれ太田さん野球が大好きだから諦めなかったんじゃないの、仮にうちの会社に入って野球ではないじゃないですか、うちの仕事で、はい、だった時に同じように諦めないくできるかどうかっていうことを聞きたいんだったら、それ以外のことってありますかって聞きますよね。なのでエピソードの派手さって全然関係ないんですよ、実は。太田さん最後に野球のベスト16に入れましたって お話しされてたじゃないですか、はい、別にベスト16の話聞かなくても全然大丈夫でした。あ、はい、僕もそこ全然合否に関係ないので、おそらくちゃんと結果を出してるんだよっていうそのエピソードの派手さとしておっしゃっていたと思うんですけど、はい、もう十分その前に100人いて20人に選ばれるっていうことの難しさが分かったので、それだけでももう十分かなと思いました。ちなみに今回面接の前半の方で、はい、太田さんがやってらっしゃった野球のことを、はい、こうきちんと理解するためにいろいろ追加でどんな自主練でしたかとかっての質問してくださったと思うんですけど、はい、面接官によってはそこまで深掘りされずにミスリードのまま進んでしまうこととかもあると思うので、うんうん、就活生としてはできるだけ細かく伝えた方がいいと思うんですけど、一方で長くなる心配もあって、あ、そうですね、そのバランスはどうすればいいですか。この自分がやってきた経験を面接官に、まあ、みずみずしく想像できるレベルに落とし込んで説明するっていうのが大事だと思います。例えば今回だったら自主練は、まあ、どんな自主練をどれぐらい、例えば毎日1時間は絶対自主練してたんですよと、で素振りを1000回やってましたとか、例えばですね、これすごく具体的にイメージつくじゃないですか、太田さんがやってる像が、はい、それだったらいいと思うんです。 それぐらいだったら、そこはやっぱりその面接官にも自分がやってきたことをイメージさせるっていうことが一つのゴールとして具体性を持たせるっていうのが大事だと思います。もったいないですね。もったいないと思います。自分が持ってやってきたことが事実としてちゃんと伝わらないともったいないと思うので、いろんな人に聞いてもらって疑問に思ったこととかその想像できなかったところっていうのを教えてもらうことを繰り返すしかないし、うん、絶対それをやるべきだなっていうことを今回の面接から学びました。シャープになぜ合格できたのかっていうところを伺いたいです。やはりそのシャープはどういうことをやってるのかっていうことを意識することだと思います。先ほど自分が言ったように他社が真似する製品を作れっていうのがミッションとしてシャープの中であるの で自分が大学でこう例えば新しいものを重点的に作ってるということを伝えられれば、そのマッチ してるような感じが伝えられてるのかなと思ったので、そこが受かった要因なのかなと考えています。企業の深い理解と自分がやってきたこととのつなぎ合わせができたっていうのが、はい、シャープに受かった秘訣だったっていうことですね。はい、はい、なるほど。ちなみにそのシャープに受かるために具体的に対策したことってございますか。最終面接がパワーポイントを使っての発表だったんですけども、そこでパワーポイントっていうところを自分の中でいろんな先生方に見てもらったりとかして、正しく自分がやってることを伝えられているかっていうところを意識して臨みました、はい、ありがとうございます。これだけでもすごいんですけど、太田さんなんとシャープ以外にも複数内定されているということで、いろんな会社から内定をもらう、まあ、これは本質ではないけれどもやっぱすごいなと思うので、複数社から内定をもらった秘訣もあればぜひ教えてください。その面接官の方と会話をたくさんして自分を知ってもらうことが必要なんじゃないかなと感じました。まさに安藤さんが今回の面接で評価されてた部分も自然な会話っていうところだったと思うんですけど、なんかそれもやっぱり場数を踏む中で身につけられたってことなんですね。
そうですね、たくさん面接練習もしていただいたので、そういうところで経験を積むことができたんじゃないかと考えています。就活あるあるのこう謎マナーってあるじゃないですか。昔だったらこうノックは何回やらないといけないとか、なんかそのカバンは絶対こっち側に持つとか、なんかそういうのはもう本当に関係ないの でカメラ、例えばオンラインだとカメラをこっちをずっと見てないといけないとか、上とか下とか見たら絶対ダメみたいなこともないわけですよ。なぜならそれはその太田さんとさっきお話ししてましたけど、自然な会話がやっぱり僕らしたい。普通に自然に会話してたら何ですかねとかってこういうことあるじゃないですか。そうそう、別にそれはなんだこの学生ちょっと体力おかしいなとかそういうことはないので、そんなこと全然関係ないわけなので、はい、それは全然大丈夫だと思います。自然な会話を心がけるっていうのは特に今回の面接からは学べることが多かったと思うので、よかったら面接前に何回か見直して活かしていただけたらいいなと思います。ということで本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。就活会議との自己分析ツール第2弾をリリースしました。約3分間で自分の性格、向いている職種、選考対策が分かります。下の概要欄からぜひチェックしてみてください。旬ダイアリーではキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するようなコンテンツを出していきます。よかったらチャンネル登録をお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。